テンプレート、ノート、ウィキプロジェクトドコモタブレットダタブレイ1は、花ため技術によって開発された、NTT ドコモの Wi-Fi 通信専用端末である。ドコモタブレットの一つ。1万円を切る低価格と高い汎用性、ハードスペックが特徴。製造は、ファーウェイが担当しているが、ドコモブランドとして提供されるタブレットである。 通常価格は25,725 25円だが、ドコモのスマートフォンユーザーで SP モード及び D ビデオを一定期間契約することにより、9,975円での購入が可能。当初は2013年9月30日までの期間限定キャンペーンとしていたが、キャンペーン期間は終了日未定で延長されている。名前の通り、 ドコモの各種スマートフォン向けサービスを利用しやすいように設計されておりスマートフォンで利用しているドコモ ID を入力することで動画やコミックなどの d マーケットのコンテンツをタブレットで楽しむことが可能である。また外出先で見ていた d ビデオのコンテンツを帰宅後にタブレットで続きから視聴することも可能となっている。一方で Google Play の利用が可能で一般的なアプリケーション類の追加が可能。Google の標準アプリの他に d メニューや喋って、コンシェルなどのドコモサービスアプリがプリインストールされており、この点は Amazon の Kindle シリーズなどに比べ汎用性が高いと言える。UI は d ビデオや d ショッピングに容易にアクセスできる独自の UI を搭載している。UI はユーザーが 端末の用途に合わせて変更することが可能。バッテリーは 6020mAh だが、取り外しできず、交換は有償預かり修理となり5722円、かかる。MHL 接続が可能で、市販の MHL ケーブルを利用することで、D ビデオなどのテレビ出力も可能。また、USB ホスト機能にも対応しており、 市販の対応変換ケーブルを使用することで対応した USB 機器が利用可能。日本語入力は標準では富士ソフトのフスカレンが搭載されている。300万画素 CMOS アウトカメラと130万画素 CMOS インカメラの2つを搭載しているが、共にオートフォーカス機能がないパンフォーカスのカメラであるので使用する場合には留意が必要である。例。 QR コード読み取りアプリなどで読み取れないことが多い。クワッドコア CPU 搭載10.1インチの大型液晶など高性能だが、キャンペーン適用後の価格が1万円を切るため、割安、破格の端末と位置付けられている。他方ハードの性能は、価格の割にスペックが高く、クアドレントスタンダードエディションでのベンチマークの結果、ギャラクシー Tab 10.1より、 約2倍の数値が出るなど、アンドロイドタブレット全体の中でも高い性能を持つ。ドコモのコンテンツマーケットを全面に押し出しているが、同種のビジネスモデルの Kindle、Amazon と異なり、Google プレイからのアンドロイドアプリを利用できる、汎用性も評価されている。データフォルダ、約ガバイト対応プロファイル、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP、 AVRCP 版ドコモオンラインショップレビュードコモの低価格10型タブレットダタブの実力は AV ウォッチハットベストギア2013年4月号日経 PC21 2013年6月号アンドローナビ週関東洋経済2013年3月30日報道発表資料ダタブを発売お知らせ NTT ドコモ報道発表資料ダタブを ドコモ取扱店で発売お知らせ NTT ドコモ AB ナタブレイチの製品アップデート情報をお客様サポート NTT ドコモありがとうございます